大倉照子あの顔一、刑事弁護士の緒方博士は法廷から戻ると久しぶりにゆっくりとした気分になって晩酌の禅に向かった庭の新緑はいつか青葉になって月は中空にかかっていた うっすらと化粧をした夫人が静かに入ってきてぶどう酒の瓶を取り上げ「随分お疲れになったでしょう?と」と上目遣いに夫を見上げながらワイングラスになみなみと酒を注いだ「うんだが長い間の責任を済ましたので肩の荷を下ろしたように楽々した」 そうでしょ。今日の弁論とても素晴らしかったんですってね私傍聴したかった下山弁護士さんが宣告おいでになって褒めていらしたわあんな熱のこもった弁論を聞くのは全く珍しいことだあれじゃあたとえ被告が死刑の判決を下されたって満足して緒方君に感謝をささげながらメイドへ行くだろうっておっしゃっていらしたわ 下山君はお世辞がいいからな <laughs> しかし少しでも被告の罪が軽くなってくれればね僕はそればっかり乗っているあなたに救われた被告は今日までに随分豪勢あるんでしょうね刑事弁護士なんていうと恐ろしい人のように世間では思うらしいけれど本当は 人を助ける仕事で仏様のようなものなんですからねその代わり金にならないよだからいつでもピーピーさと笑った殺人犯だの強盗だのなんかにはあんまりお金持ちはいないんですものねでもあなたは金銭に代えがたい喜びがあるからといつもおっしゃいますが んにななったなんて聞くと、私まで胸がスッとわしままでがすわ「その人のために弁護なさるあなたの身になったらどんなに愉快だろうと思いますのよ」と言っているうちに玄関のベルが臆病らしくチリッとなったまるで爪か指先でもちょっと触れたように「おや?」と夫人は口の中でつぶやいた。 二人は何ということなしに目を見合わせたのだったすると今度はややしっかりしたベルの音がした夫人は小首をかしげて「普通のお客様のようじゃないわねきっと何かまた」と言いながら席を立っていったが間もなく引き返してくるとまるでおびえたような顔をして。 なんだか気味が悪いのよ。まるで幽霊のような女の人がしょんぼりと立っていてね薄暗い影の方へ顔を向けているので年頃も何もまるでわからないけれど身なりはとても立派なのまともに私の顔も見ないで「先生に折り入ってお願いしたいことがありまして夜中伺いました」ってこのご紹介状を差し出したんですが その手がまたブルブルと震えてその声ったらまるで泣いているよう博士はその紹介状を受け取って封を切り目を通していたが不思議な人からの紹介だなあと言ってポイと夫人の手へ投げたもうミシェル神父様からのご紹介状ですのね。 あなた神父様ご存知なのうん僕は若い頃熱心な天主教徒だったんだよ今は大怠けだがしかし形式的の務めこそを怠っているが心は昔と少しも変わらない信者なんだ20年前僕はミシェル神父様の手で洗礼を授けていただいたしかし よくまあ神父様は覚えていられたものだなあと博士は愉快そうに立って自ら玄関に訪問客を迎え横手の応接室に通したどんなご用件なんでしょうかとゆったりとタバコに火をつけた女は夫人の言葉通りに小刻みに体を震わせながら暗い隅に腰掛けて 顔も上げえないのだった。30かあるいは死後になっているかもしれないが痩せた青い顔に憂慮と不安の色が漂い神経質らしい太い眉を深く寄せている紹介状には「川島奈美子」とだけ書いてあって人妻か未亡人かどういう身分の婦人であるかがまるでわからなかった。 夜中、ことに突然飛び込んでくる客には何かしら深い事情のある人が多かったので彼は心の中で司祭があるなとうなずいた。ややしばらくしてから夫人は低い声でお願いががあって、て、突然上がりましと言って表を伏せた。 神父様のご紹介状にはただお名前だけしか書いてありません詳しいことはご当人から直接聞いてくれとありますがはい私はある小さな会社の重役を務めている者の,の妻でございます思い余ったことがありまして教会へ告白に参りましたところ神父様が 先生におすがりしてみようとおっしゃいましたので恥を忍んでまいりましたと割合にはっきりした口調で言って初めて顔を上げ正面から彼を見たその顔をじーっと見ていた博士は「ああなたは!」思わず驚きの叫び声を上げて「秋田さん!」 秋田奈美子さんじゃありませんか先生よく覚えていてくださいましたと彼女は寂しく微笑んだ随分変わられましたなすっかり読みそれしてしまった川島さんだなどとおっしゃるもんだからなお分からなかったんですでも私川島へ再婚したんですの 秋田さんなら何もご紹介状をお持ちになる必要もなかっただってもうお忘れになったろうと思って先生とご交際させていただいたのはもう20年も昔のことですもの何十年たったってあなたを忘れるなんてそんなことがあってどうするものかと。 つい口の先まで出かかったのをぐっと飲み込んでいくら健忘症の僕でもあの頃のことだけは忘れませんよじゃあ今でも怒っていらっしゃる私が結婚したことを博士は激しく首を振っていや決してあなたは 僕のような貧乏所生と結婚しては幸福にならないから嫌だとはっきり言ってくれたから僕はかえって思い切れたんですよまもなくナミコさんが金持ちの5妻になったと聞いた時その方があなたのためには幸福なんだろうと思って祝福していたくらいですものその方とは死別しました先災の息子が相続人だったので 私は離婚して川島と再婚しましたそれであなたは幸福に暮らしていられるんでしょうなと言ったがみなりこそ立派だが見違えるほど重やつれした彼女を見ては幸福な生活をしているものとはどうしたって思われなかった彼女は悲しげに正直しょんぼりとうなだれていたが 先生は今朝の新聞をご覧になりましたかときっと顔を上げて聞いた見ましたがあのある青年が誤って赤ん坊を殺した記事をお読みになったでしょう博士はうなずいて無意識のうちに殺したというあの事件ですか私 そのことで先生におすがりにあがったんですのするとあの青年は私のいとこですのなるほどあなたの旧姓と同じですね秋田博とか言いましたね父の弟の息子です秀才だったのですが大学を出る1年前に押収して戦争に行ってから ししっかり人間が変わってままいました。終戦と同時に帰還しましたがもう大学へ帰る気持ちもなくそれかといって就職もせず働く気もないというふうで前途に希望を全く失ってしまい毎日ただブラブラと遊んでその日その日を送っているというようなので親もだんだん愛想を尽かし最近では小遣い船にも不自由しておりましたね。 度々私のところへ無心を言いに来るようになりましたちょいと待ってください博士はベルを鳴らして夫人に今朝の新聞を持ってこさせもう一度その記事に目を通してからびっくりしたように殺人はあなたの家で行われたんですかそうなんですほう 彼は初めてこの訪問の容易ならぬことを知ったのだった。して、その赤ん坊は私の子なんですのえあなたのお子さんが殺されたんだとおっしゃるんですかええ。ですけれど、先生、ひろしさんはかわいそうな青年なんですのよ。私、 自分の赤ん坊が殺されたんですけれどひろしさんを恨む気になれませんそれで実は私先生にお願いするんですどうぞあの人を救ってやってくださいませと言って手を合わせあの先生ひろしさんは死刑になるんでございましょうとおろおろ声で聞くのだったそう もしもひろしさんが死刑にでもなるようでしたら私は生きていられませんのあんまりかわいそうでどうぞお願いです助けてやってと夫人はすがりつかないばかりに嘆願するのだったと言って僕がどうしようもないじゃありませんか犯行がこうはっきりしていてあなたの家を訪問し あなたの赤ん坊を殺したそれをあなたは目撃していたがどうにも止めようがなかったというのでしょう新聞に書いてあるのはそれだけですがそれには色い々ろいろと訳がありましてその訳というのをすっかり話してみてくださいその上で僕の力に及ぶことなら何とでもしてあげますから 本当にお願いしますおそらく私が先生にお願いすることのこれが最初で最後だろうと思います先生私の涙のお願い聞いてくださいねと言って婦人はむせび泣くのだったよろしいその代わり何もかもありのままを言ってください 少しししでも隠したりしてはいけませんよ。嘘が混じると困ることになりますからね決して誓って嘘は申しません隠し立てもいたしませんすっかり洗いざらいお話しいたしてしまいますわ<に>2奈美子は 興奮した心を静めるように胸に手を当てて名目ややひさしゅしてから静かに口を切った。何から申し上げていいかわかりませんが、まず私どもの家庭の状態を一通り聞いていただきます。川島は先刻も言ったように会社の重役でごく派手好きな同楽者なのでございます。 親譲りの財産があるところから会社の株を買いそのおかげで重役の椅子についているのですが手腕があるというわけではありません金遣いは至ってきれいな方ですから私は金銭の苦労をしたことはありませんが人間の幸福は決して金のあるなしではないということをしみじみ感じたのは再婚した翌年だったのでございます博士は微笑して 金持ちを選んだあなただったじゃありませんか。若かったんですわ。考えが浅かったんです。夫は堂楽者で、私と結婚する前から一人の女がありました。その女はカフェのマダムだったんだそうですが、夫は会社の近くに家を持たせ、会社への往復には必ず立ち寄るという風で、 そのことを知らなかったのは私ばかり会社の人たちをはじめ誰一人知らないものはありませんでしたみんなは私よりもそのめかけの方へおべっかを使い奥様奥様と言っていましたとかくそんなものですよ金持ちというのは実際には制裁よりめかけの方が勢力があるものと決まっていますからね私は まるで床の間の置物で世間へ体裁を作るための妻だったのです私は面白くない月日を送るようになりましたちょうど昨年の今頃ですわふとした機会からめかけが妊娠したことを聞き込みましたあなたのお子さんは私には子供はありません めかけに妊娠までされてはもう私は手も足も出ないどうしたものかいっそ身を退いて夫と別れようかとも思いましたが考えてみるとそれはめかけに負けたことになり損をするのは私ばかり私がいなくなればもっけの幸いと家へ乗り込み精細になるのは火を見るより明らかです いやでもここは頑張らなくっちゃ。妾なんか家へ入れてたまるものかと私は思い返しましたのですがそれが当然ですよ。やはり夫の愛が私から去っているのを感じないわけにはゆきません。彼の外泊は近頃では当たり前のことのようになってしまいました。夫は最初私に めかけのあることを私が利口者か世間を知っている者かだったら、菱隠し,しにしているのをほじくりもしなかったでしょうし、そしらぬ顔で見てみぬふりもしていたでしょうが、私は嫉妬に駆られて、何の考えもなく、何もかも知っているぞと言って、夫が並行しているのを見て痛快がっていたものです。 一時は胸がせいせいして愉快だったでしょうが結果はよくなかったでしょう悪かったことを後に知りました濡れぬうちこそつゆをもいとめで男は知れたとなると開き直るものだということを私は知りませんでした夫はもう平気で私の前でめかけののろけも言うし 私と比較して、めかけのことを褒めたりするのです。私はひどく侮辱されたような気がして、そのたびに夫とけんかをし、口論の対えがなかったんです。そのうちに、玉のような女の子が生まれたと聞きました。気に入っている女にできた自分の子です。彼はもうほとんど家へは帰らず、めかけのところに入り浸ってしまいました。 川島さんもそれではあまりにあなたを踏みつけにした仕方です一家の主婦としての立場も考えてあげなければそれでは召使いなどの手前あなたの面目が立ちませんなと博士は同情に絶えないというふうだった見違えるほどやつれてしまったといい憂いに沈む眼差しといい 苦境にあえいでいるのがありありと見えて彼は痛ましく思ったのだった赤ん坊が生まれてから間もなくのことでしたが私にとっては偶然に湧いた幸運夫にとっては悲運とでも申しましょうか目かけに若い男があるという噂が立ったのです夫が質問したところ事実であることがわかり それが原因で2人の仲が気まずくなり夫の熱もだんだん冷めてゆくように見えましたある日夫は言いづらそうに赤ん坊を引き取ってくれるならば妾と手を切ると申しましたこの機会を逃してはと私は早速承知いたしましたすると妾はただ引き取ってもらうだけでは困る入籍して 相続人にしてほしいと申してたのですなかなかのしっかり者ですねもちろんそれもあなたは承知されたのでしょうはいそして妾と手を切らせましたどうせ道楽者のことですから妻一人を守るというわけにはまりませんが私としてはその妾と別れてくれるということが嬉しかったんです 妾の方は手切れ金をたんまりもらえばというくらいのところだったんでしょうが夫の方はとても未練があったのですしかし二度と夫に会わないということと赤ん坊に会わないという条件で話がまとまりました吉日を選んで赤ん坊を私が引き取りに参ったのですその赤ん坊ですね 殺されたのはそうですの私の子ではありませんが10ヶ月も育てたのですから実子と変わりはありませんとても可愛かったのですよご主人の方は目の中へ入れても痛くないというほどの可愛がり方なのです愛子と名付けまして夫は 愛子のあるために女道楽もだいぶ下火になりましたので私も安心していいことをしたと喜んでおりましたが夫は別れた妾がよほど気に入っていたものと見えてなんとかしてよりが戻したいらしかったのです実は妾の心をいつまでも引きつけておく手段に愛子を手元に引き取ったのだということが 私にもだんだんわかるようになりました会わない約束のめかけとも時々内緒で会っているらしい様子もありますそれじゃあマンマとあなたは一杯食っただまされたようなものではありませんかうまく相続人の地位にまで据えたりしてと思うと腸が煮えくり返るほど腹が立ちました赤ん坊を一人育てるということは 先生、容易ならぬ苦労でございます。その苦労を私一人に背負わせて、本当に悔しくなります。そして、将来、妾が公然と現れてきたとしても、自分の産んだ子が相続人になっているんですから、強いですよ。本当に、私はつまらない立場になってしまったのです。私は、 お嘘として楽しまぬ日を送るようになりましたそれに同情してくれたのがいとこのひろしさんなのでございますと言ってため息をつきひろしさんのことを少し申し上げなければなりません新聞にもあります総理精神異常者なのでしょう幼い時から頭もよく学校の成績もよくって利口者だったので 両親に非常にかわいがられ気ままに育ちましたがひどいかんしゃく持ちで自分の思うことが通らないと気狂いのように暴れ狂うという癖がありましたのわがままなんですねひろしさんが怒ったとなるとみんな逃げ出したものです怒るとまるで人が変わったようになり目をつり上げ顔は 蒼白というよりはむしろ白木でも塗ったようにしらっちゃけてしまうのです激しい一時の発作のようなもので発作中にやったことは後で何を聞いてみても覚えていませんある時のことひろしさんがひどく怒りまして庭に遊んでいた鳥の首をひねって殺したんですが意識を取り戻してから鳥の死んでいるのを見て 誰が殺したんだと言って大変悲しがりました犬の子を絞め殺したこともありました一時の発作ですから気が静まるとケロリとして平常と少しも違わぬ優しいひろしさんになるんですの恥ずかしいから記憶がないように言っているのではありませんかいいえ発作中のことは全く知らないらしいございます 二重人格とも違いますしジキルとハイドのようなものとも違いますあまり変なので私の懇意な精神科の医者にその話をしましたらそれは意識喪失症状で精神病の一種なのだと申されましたそう申せばひろしさんの母方の親類には発狂して座敷牢で死んだ婦人もありますし 彼の母親も広いヒステリーで幾度も自殺しかけたことがありました精神病の血統なんですなろしさんは戦争に行ったからは一層気が荒くなり発作を起こす数も多くなりました将来に希望もなく何も信じることのできなくなったしさんが毎日遊び暮らしているのですから たちまちお金に窮してしまい私へ無心を言いに来るようになりました私は自分の愚痴を聞いてもらえるし同情してもくれるので主人には内緒で小遣いを与えておりましたがだんだん無心が激しくなり額も多くなるので私も少し困り始めました働けるのに働かないという人が 一番困りまりすよ。主人に言えば怠け者に小遣いなんかやるなと申されます私が与えなければどこからもお金の出どころがないのを知っていますからしかたなくお金の代わりに衣類を渡してこれを売りなさいと申すようなこともたびたびありましたしさんはその度に「ナミコ姉さんすまない」と言って 目に涙を浮かべるのです。心は本当に優しい人なのですが何かひどいショックを受けたり激怒したりすると発作を起こしてしまうのですなんというかわいそうな情けない病気を持っているのでしょうかこれだけお話ししたらひろしさんの性格もほぼご想像がつくことと存じます 3彼女は言葉を続けて愛子は非一日と可愛くなります夫は家へ帰るのは赤ん坊を見るためで愛子をあやしたり抱いたりしています愛子を中心としての話ばかりで赤ん坊を話しては私たちの夫婦関係というものは 全く水のような冷たいものになってしまうのですそれもまた私にとってはさみしいつまらないものだったのですしかし赤ん坊がいるからまだいいのですよそうかもしれませんがある日夫は縁側に出て愛子をあやしていましたが突然ギュッと抱きしめ大ずりしながら めかけののを呼んだのです。私はハッとして目がくらくらとしました。ああ、夫は赤ん坊を通して彼女を愛舞していると思うと、ムラムラとしていきなり愛子をひったくってしまいました。夫は不機嫌な顔をして、ムーっと黙り込んでしまいました。 決まりが悪かったんでしょうよ。私はそういう雰囲気になるのがつらくなんとかして夫の心を和らげようと思いこの子のおかげで毎日が楽しい子供のない夫婦なんてつまらないでしょうねと思うすと「うふん子供のない妻なんか他人と同じだと」とプツーンと言って外へ出てしまいました。 私はその言葉が頭にこびりついて離れませんでした何年連れ添っても子供のない私は彼から見たら他人なのだそこへ行くとめかけの方は別れても他人ではないのだろう悔しくて胸が燃えるようでした男というのは勝手なことを言いますからね それに、愛子の顔がめかけにそっくりで、目つきなど笑う口元など、実に生き写しなのです。あの憎いめかけに似ていると思うとかわいさよりも憎らしくなるものですね。愛くるしい目をじーっと見つめているといつかそれが赤ん坊でなく本物のめかけの顔に見えたりして、この目で夫を惑わせたか。 つぼみのような赤い唇を見ると夫の心を吸い寄せた憎い唇と思わず口尻をひねり上げて泣かせたりしましたと言って彼女はうつろなような声で笑った博士はいかにも興味深くその話に聞き入っていたが愛子さんをいじめたりしてはなおご主人との間がまずくなるんじゃありませんか でもあんまりよく似ているんで憎らしくなってしまいますわそしてちょうど昨日のことなんですがと言いかけて身震いしながら夫と愛子のことで喧嘩した後で私はまだ興奮から冷めきらずむしゃくしゃ腹を立てているところへしさんがやってきたんですまた無心だな この男も私に同情するような顔をして痛めつけに来るんだ」とシに触り「無理もないな」で私は突っかかるような調子で「またお金をもらいに来たの?」と言うとひろしさんは恥ずかしそうに顔をパッと赤くしました「今日はダメよ」そういつもいつも柳の下に土ジはいないわよ。 ちょっと歌詞を変えたらどうと決めつけてやりました博士は口元にちょっと笑いを浮かべたろしさんは何か口の中でブツブツ言っていましたが丁寧に頭を下げて「すみませんが今日はのっぴきならないことで金がいるのですその金がないと僕は詐欺になるんですどうぞもう一度だけ助けてください」 おみます、す。としれってのむで私はいたけだかになって何度もね拝んだりしてこじきみたいだわあんたが詐欺になろうと鳥になろうと私の知ったこっちゃない同情してやればつけやがって来るたびにお金お金なんだから本当に嫌になっちまう帰ってちょうだいよと怒鳴りつけてやりました 驚いたでしょうあなたの剣幕にひろしさんはベソをかくような顔をして部屋を出ましたふすまを閉めるか閉めないに私はまた声を張り上げて「お金が出ないと分かったらもうこまいよあのこじきは」と悪口を浴びせてやっと留飲を下げたものですするとガタンと なにかふすまにぶつかるおとがしましたふりむいてみるとふすまをけたおしたひろしさんがにおうだちになってわたしをみおろしているりょうのこぶしをにぎりしめはをきりきりとならしめをつりあげているんですほっさだこれからあばれはじめるんだなくるったおうしのように と思うとぞっと頭から水をかけられたようにそうけ立ちましたそのありさまを目の当たりに見るように震えてひろしさんの顔はまるでお面をかぶったように無表情になっているのを見ると思わず私は愛子を抱いて身を退きました同時に自分の言いすぎを後悔したのですひろしさん私が悪かった堪忍してちょうだい お金をあげるからと言いましたが金という言葉が一層彼の憤りの日に油を注いだ結果になりました金が欲しさに戻ったと思うのかというやいきなりそこにあった人形をたたきつけ力を込めて手足をバラバラに引きちぎりましたそのすさまじい剣幕に私は 夢中で庭へ飛び降りて逃げ出しました愛子さんをどうしました残してきたことに気がついて引き返したのですがああ先生その時の私の驚きと恐怖はとてもご想像がつきますまい私は縁側に両手をついたまま釘付けになったように身動きもできなかったのですろしさんは 赤ん坊の首を両手で締め付けていたんです。それから人形と同じように手足をちぎろうとしているのを見て私は狂気のように彼にむしゃぶりつき愛子を奪い返しましたがその時はもう赤ん坊はぐったりとなって死んでいました。その物音に駆け込んできた女中は すす。ぐに発出所へ走ったのですそして先生しさんは殺人犯としてその場から引かれていったのです博士はたまりかねたようにナミコさんよくわかりましたがどうぞ本当の話をしてくださいと言ったえっ 何をおっしゃるの、先生これが嘘偽りのない本当の話なんですわあなたはなぜ抱いていた赤ん坊を残して一人で庭へ逃げたんでしょう正直な話を聞かないと助けたいと思っても助けられなくなる場合がたくさんあるんですナミコは黙ってうつむいた引き返してきてあなたは赤ん坊を奪ったとおっしゃる そんなバカなことはありえませんよあなたはヒロシさんの凶暴になるのを承知している故意に赤ん坊を残して逃げたと言われても文句ありませんねとんでもない私はあんまり恐ろしかったんで気が転倒してしまって僕から言わせるとあなたは赤ん坊の顔がめかけにそっくりでそれを見ていると憎くなるとおっしゃった その時すでにあなたは手こそ下さないが心には十分殺意を生じていたのだと私は見ているんですああ恐ろしいそんなこと先生もう何もおっしゃらないでください私はそんなに悪い女じゃありませんならなぜ本当の話をなさらないんですせめて僕にだけ 僕を信用して僕にだけ真実を語ってくださるならば僕は誓ってそれを漏らしもしないし永久の秘密として葬ると同時にひろしさんのために極力尽力もしましょうしまたあなたをも救ってあげますあなたをもただしあなたが強情を張ってあくまで自分の都合の良いように創作話をなされるならば この弁護はお断りいたすほかありませんときっぱり言ったナミ子はふん然としていたがやがて彼の足元にひれ伏すように両手をついて「すみません先生まで欺こうとした私は何というおバカさんでしょう先生 私は神父様へ真実の告白をしました。赤ん坊を殺したのは私です。にっこりと笑ったあの顔。ああ、あの顔がこんな罪を作ってしまったのです。あまりにも目かけに似ていたので、ゾウの念がムラムラとわき、その。 羽舞台のような柔らかい首に手が触れるとあとはもう何もわからなくなってしまいました気がついた時赤ん坊は死んでいたのですそこへひろしさんがやってきたので私は愛子コを戸棚に隠しました極度に興奮していたのとひろしさんに見られなかったかという不安とで私は気ぐらいのようになり むちゃくちゃに悪口を彼に浴びせかけたのですすると果たして彼は怒り意識喪失になったのでこれ幸いと赤ん坊をヒロシさんのそばへ置いて彼が夢中のうちに絞め殺したものとしたのですところが警官に連行される時ヒロシさんが私の耳にささやいたのです僕は 子姉さんの境遇に心から同情してるんだ姉さんがあんまりかわいそうだから罪は僕が背負っていく僕の行為を無にしてはいけませんよ僕は最初から廊下ですっかり見ていた今日だけは僕は正気だった意識喪失症状なんか起こしちゃいなかったあれは 僕の芝居です。なみこ姉さん。どうぞ幸福に暮らしてください。と申したのです。私の罪を着て裁かれる彼のことを思いますと。私はいっそ実施しようかとも考えますが。それではひろしさんの心に背くことにもなりますし。ああ、どうしたらよろしいのでございましょう。 奈美子は身をもたえて泣き伏した約束どおり僕は今の話は聞き流して永久に忘れてしまいますよねそして極力博さんを救うことに努力しましょう意識喪失者は精神病患者ですからねなあに気狂いは 何をするか知れませんよ <laughs>。